ございました。皆さん、今一度大きな拍手を送ってあげてください。ありがとうございます。いやー、ほんと見てたかったですよね、皆さんね。踊り手の皆さんも出し切りましたか？はい、ありがとうございます。あー、もうそろそろ終わりの時間が近づいてきてしまいましたね。2日間にわたってお送りしてまいりましたニコニコ超会議2023。いやー、寂しいです。お別れのお時間がやってまいりました。皆さん、たくさん楽しんでいただけましたか？はい、ありがとうございます。さあ、それではこの2日間盛り上げてくれた皆さんも紹介したいと思います。まずは10代目ミスマリちゃん、アノンさん、田村さんです。はい、そして4代目ミスワリンの美岡さん、はい、そして今一度ご紹介しましょう。アイマリンステージ盛り上げてくれた踊り手の皆さんです。ありがとうございました。そして続いてはなぎなみのお二人、10代目ミスマリンちゃんとしてお披露目できたことがとても嬉しいですし、2日間いろいろな体験ができてとても楽しかったです、うん、ありがとうございます。そして小日向さん、お願いします。はい、もう昨日デビューさせていただいてからこの2日間もう盛りだくさんで、もう楽しくて楽しくてあっという間に過ぎてしまってちょっと寂しいんですけど、はい、何よりこうやって皆さんとお会いできる貴重な機会をいただけたことがすごく嬉しいです。次お会いできるのはリアルなのかパチンコのライトしてなのかわかんないんですけど、またその時まで覚えててくれたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。ではアノンちゃん、お願いします。昨日は10代目ミスマリンの発表、そして今日はいろんなコーナーのお手伝いができてミスマリンとして本当に本当に嬉しかったです。これからも3人で力を合わせてミスマリンとして頑張っていくので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では美岡ちゃんもお願いします。はい、4代目ミスワリンの美岡です。この2日間本当に皆さん、このブースに来てくださってありがとうございました。沖縄を出てこうしてサンゴについてお話をする機会が今回が初めてだったので、うん、私の初めてとこの5年ぶりの山陽ブース、こんな豪華なブースに立たせていただいて本当に貴重な経験をさせていただいたなと思っています。はい、何より直接皆さんとこうしてお会いできて、直接こう頑張ってね、沖縄で頑張ってねっていう言葉をいただけたので、それが本当に嬉しくてまた戻っても頑張ろうって思いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここでですね、この山陽ブースを盛り上げてくれたコンパニオンの皆さんにも登場していただきたいと思います。お願いします。はい、とってもとっても可愛い山陽のコンパニオンさんの皆さんです。はい、一列でね登場いたします。ありがとうございます。さあ、皆さんお写真撮ってください。はい、それでは、いいですかね、こちらですね、こっちが怖い。あ、そうだ、なぎなみちゃん、なぎちゃん、なぎちゃんにも私感想を伺いたいんですよ。あ、いいんですか。はい、もちろんですよ。昨日と今日の2日間、なぎなみとしてはね、ちょっと初めての超会議だったので、はい、もう緊張はしたんですけれども、うん、連日の盛り上がりを間近で体験できて、終わってみればね、とても充実したあっという間な2日間で
超会議だ。それではミスマリンちゃん、締めの温度をお願いします。はい、ニコニコ超会議2023開業ブースで皆さん来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。また来年もぜひこの開業ブースでお会いしましょう。ありがとうございました。